ませ。今日は特売品があります。たくさん買ってくださいね。ありがとうございました。またお越しください。前田利家と羽柴秀吉は長宗我部軍を撃破、大返しに主君の敵明智光秀を討った。この勝利によって秀吉は織田信長の後継の地位を得る。天下が秀吉になびく中、一人時代の流れに従わぬ柴田勝家。秀吉と勝家の対決は不可避となり、両者は賤ヶ岳へと軍を進めた。決戦前夜、悲壮の雨降りしきる中、利家はおじきと慕う勝家のもとへ向かった。なんだってんな方に、俺はこんなこと。第5話賤ヶ岳の戦い、するわけねえ、いかねえんだ。おじき開けてくれ。秀吉とおじきどっち勝ってんなら、俺はおじきを取る。それが仁義だ。簡単なことじゃねえか。だから俺を中に入れてくれ。ならぬ。なんでだよ、おじき。ずっと一緒にやってきたじゃねえか。何が変わったってんだ。一体何が違うってんだよ。時代だ。大殿が失われた時、一つの時代が終わった。時代が次にわしに滅びを欲するなら、それだけの話だ。秀吉に目そらすなって言われたよ。おじきんとこ飛び出したのは俺だ。俺が自分で決めたことだけど、俺はおじきに恩返したくって、俺の成長を見てほしくって秀吉んとこ行ったんだ。その気持ちは今も変わらねえ。時代が変わったって俺の気持ちは変わらねえんだ。だから俺は目そらしてでも、俺は聞いてんのか。聞いてんなら返事返しやがれ、おじきなあ。おじきじき、それでもお主は時代から目を背けてはならぬ。我々が東側を制圧後、総攻撃を中央は天津に攻撃攻撃、都心は西から攻めてくれ。いざ尋常に勝負。なぜか思い出すぜ、いつも一緒だった小さい頃、命取りやってるってのによ。話だ話だ、懐かしいぜ。じき中央目かかれ。黙って目の前の敵を見せる。
ぞ。尋常に勝負。ガンに返せ。
秀吉が天下、認めぬは柴田殿のみではないぞ。消えていよう。だが屍の向こうに。かん、時代なんぞ見たくねえ。おじき、それよりも飽きまえ。わぬしらの時代が来たのだ。おじき、納得して、おじきも今の魂ぶつけてくれ。
目をそらすな。敵将、討ち取ったぜ。トシエ、お前はそうやってわしの天下を皆が笑って暮らせるよう支えていくんじゃ。ああ、俺の分も信長様の分もおじきのうちの分も、いろんな奴らが生きた証をお前はその小さい背中に背負うんだ。でっけえ大門だ。お前一人じゃ無理だ。だから俺が支えてやる。お前のそばにいて、お前の力で弱いもんが傷つかねえよう守ってやる。それが俺のこれからの仁義だ。だから、これは俺のやりきれねえ思いのための最後の一撃だ。うわとしいえは驚愕した。主君織田信長がとしいえに突如模擬戦をせよと言いつけたのだ。主命もだしがたく長谷さんじてみれば、攻略目標の城には敵兵が満ち満ちていた。対して城外には味方の影すらなく、武田信玄ら古今の名将がひしめいていた。なぜ味方がいないのか、なぜ突然の模擬戦なのか、としいえは納得できぬまま血を吐く思いで戦場に立った。なんだってんなことに？じゃねえ、一丁。大殿、天正御前試合。鬼柴田が軍の魂、見せてやろう。
だな。なぜ俺だけこんな大規模な目標に。トウ、トウの答えは、それが正義。はい、船が力で仲間を変え、移動、押し出して、それより開幕よ。大規模な模擬戦があると聞いて来てみたら、これはすごい。五本の名人が一堂に会して、しかし織田の精鋭に一人で立ち向かおうと。私の名は直江兼続、前田利家、その魂惚れたぞ。手は貸せぬが、言葉でお前を応援しよう。城外の敵は倒せば味方になる。まずは味方を集めろ。城内に挑むのはその後だ。焦って門番を倒すなよ。長者、仲間にすれば危機に助けてもらえよう。
り時間はあと半分といったところか。吉本は常に複雑さを保つ努力をしているらしい。仲間にすればその努力の秘密を隠せてくれよ。持ち主だ。これほどの力を持っている。あるいはまさかマロの力が借りたいと。しょうがないの。危ないの。腹が減ってはなんとやら。モトチカは反骨の魂を持つが、遊戯には熱いよ。仲間にすれば異常をつくところで助けてくれよ。誠実に奏でてやる。兵に辛抱が厚い。仲間にすれば誰も彼に刃を向けたくないし、その辛抱の身は火の元に届いておる。仲間にすれば敵はその意味に踏み上げてくことは誠強いの。
強き死に毘沙門天の加護。お前の道に反骨の響きを。そちの未来に雅な趣を。時間始めよう。領内の敵兵に次ぐ悪いことは言わん、去るがよい。大家衆、やつを八王子にせい。海賊の恐ろしさ見せてやろう。様に無様な姿は見せられぬ。かかれ。朝倉義景の恐ろしさ、今こそ見せようぞ。異性の法則を打ち破る時は今ぞ。かかれ。
趣向を凝らした仕掛けがあると聞く。ここからが正念場ということか。身の他人衆がお相手いたそう。
な時になんじゃが、怪しい扉を開けておいたぞ。信長様、目をつかれ。おいでだすならがいい。これだけはやりたくなかったんじゃが、これとは何か恐ろしいものを感じる。新兵隊、赤穂の衆の筆頭になるためのな。序盤の人集めから後半の武芸、そして最終試験。最終試験って、やっぱ相手はおじき。そういうことかよ。行くぜ。心の人たちに喜んでいる。顔洗って出直してくるんだろ。